皆さん、こんにちは。SEK 現役トレーダーの遠藤です。連休明け、月曜日、今日の取引が終わりました。デイトレードの調子は皆さん、いかがでしょうか。今日の注目銘柄、なかなかうまくいかなかった。あるいは、しっかりと取ることができたという方もいらっしゃると思います。買いに関しては、ちょっと難しかったかもしれませんが、空売り銘柄に関して、利確ができたという報告もいただいておりまして、皆さん、ナイストレード、お疲れ様でした。おめでとうございました。我々が無料でお送りしております、翌日用のデイトレ専用注目銘柄、こちら、一度ご登録いただきますとですね、無料で毎日お送りしております。まだ受け取ってないという方がいましたら、ぜひ、今すぐ下の概要欄ですね、リンク先クリックしていただいて、こちら受け取ってください。必ず皆さんの銘柄選定、そしてデイトレードのプラスになる、そう確信しております。で、チャンスがある銘柄にはしっかりと自信を持って入る。で、チャンスが来ない銘柄には当然ながら今安いから買うとか、これから下がるだろうから空売りをするとか、そういうことはやめるようにしていただきたいと思います。結果につながらないトレード、必ず結果につながるトレードですね。これを行っていただきたいと思います。さて、今日の内容は、その翌営業日用のデイトレ専用注目銘柄、6銘柄あります。一つ一つチャート解説をしていきますので、最後まで見逃さずご視聴いただけましたら幸いです。では、早速見ていきましょう。まず一つ目、219A ハートシールです。直近の IPO 銘柄、7月末の IPO ですね。今日は一段高となりました。9.16%のプラス、1691円で着地。出来高99万6400株。また再び商い膨らんできた。そんな感じですね。先週金曜日、木曜日と陰線が次元しておりました。木曜日の高値どころをブレイク。で、出来高、そして価格帯を見るとですね、上場した日、出来高、現物ですね。そして翌日、信用で、高値を掴んでる人たちがいらっしゃいます。で、しかし、ながら、高値掴みの方も、実は今日ですね、もうすでに逃げてきている可能性、同値、もしくはプラス、もしくは、軽微な損で、ほぼ同値に近い状態で逃げてきていることが伺えます。中。で、結果的に今日上髭をつけておりますので、今日付けた高値午前中です。10時48分の1755円を明日突破することがあればということで、ハートシールを見ていきたいと思います。IPO 銘柄になりますので、激しい上下に動く、今日のようにですね、動く、アポラの大きな動きが想定されます。上髭をとにかく突破しない限りは、手出し無用ということで見るようにしてください。と板が薄いですからね、IPO ならではの動きをする。十分に注意をして買っていきましょう。2つ目、3092 ZOZO です。日経平均採用銘柄となります。下値、サポートが入りながらの今日一段高となりました。強いですね。4495円。高値引けではありません。今日の高値は4499円。2時52分につけております。プラス2.36%。大きな値動きではありませんが、4000円台の1円刻みということで、さらに高値をつけに行くかどうか、こちらも注目をして、ぞぞ見ていきましょう。今日の商いは102万4900株。先週とあまり変わらないですね。先週末と変わらないような商いとなっております。そして3つ目、連日で出しております、6632 JBC ケンウッドです。この銘柄は日経採用でもありません。1162円プラス1.21%。場中1200円に近づくような場面がありました。今日前場ですね。10時36分1189円が今日の高値。終値は1162円となっております。商いも先週同様の商いですね。182万8700円。金曜日と比べるとやや高と。こういったところでしょうか。さらにもう一段、今日の上髭をですね、消化する強さを見せるかどうかということで見ていきましょう。
4銘柄目、9101、日本郵政、日経平均採用銘柄となります。上ひげをつけた状態、ちょっとですね、まあ、トレンドで見ると、もみ合いという動きになりますけれども、今日の場中は強かったですね、午前中、12時11分に5141.40円ですね。で、終わりには5015円となっております。ちょっと大きな上髭となっておりますけれども、それでも今日終わりにベースで見ると 0.7%、 日経採用でそんなに、まあ、IPO と比べると全然レベルは違いますけれどもね、ボラの大きさというのはなかなか見込めないかもしれませんけれども、買い物が集まってくるようであればということで、日本郵政見ていきたいと思います。まずは上髭ですね。気をつけた上髭をブレイクできるかどうか注目をして見ていきましょう。ちなみに今日は商い増えてますね。725万9000株。いい形です。5000台、購入ベースでも突破している状態となります。で、9101、優先を見るときに必ず比較をする銘柄としてですね、9104、東証三井、9107、川崎線。まあ、これだとですね、合わせて、これらも合わせて見ていただきますと、動きが大体わかりますのでね、流れをつかむのには良いということで、比較対象にもなりますので、2つと合わせて見るようにしてください。そして、5銘柄目です。5803、富士倉。こちら日経採用銘柄となります。終わり値ベースではマイナスで終えております。3959円、4000どころ割り込んでおります。で、今日、場中はですね、4000を突破する強い動きが見られました。こちらも前場です。9時52分に4074円。これが今日の高値となっております。上髭商用線で着地。明日、この上髭を消化する買い物ですね。強さが入るかどうかに注目をして、富士倉見ていきましょう。まあ、これは1015万。600株ということで、先週金曜日ほどではありませんけれども、商い入っております。またさらに1000万株台、いくら注目されておりますので、もう一段上げていくかどうか、こちらを見ていきましょう。そして最後、6銘柄目となります。4053、サンアスタリスクです。連日で空売りで出している銘柄となります。まあ、今日取れた方はナイストレードでしたね。商いも入っております。木金今日とですね、ちょっとずつ減少傾向にありますけれども、154万8900株しっかりと入っております。板の状態も決して悪くはありませんね。今日終日動いておりました。出来高154万8900株のマイナス 6.51%、 617円となっております。安値引きではありません。今日つけた安値はですね、614円です。大引けちょっと前ですよね。2時51分が今日の安値どころとなっております。さらに一段売り物が入るかどうか、高値掴んでる、買いで持ってる人たちが多いですから、これ毎日言ってますよね。前回も言いました、売り物が入るかどうか、つまり株価下落とともに高値掴んでる人たちのロスカットが入ってくるということです。だから今日も売り物ありましたよね。一段 6.51% も下げましたよね。明日もこの流れ、このトレンドですね、継続するかどうかに注目をして、サンアスタリスク売り戦略で見ていきましょう。以上6銘柄となります。他にもですね、材料では3382セブガンダイですとか、 あと206プリズムバイオとか、窓埋めしそうな6723ルネサスエレクトロニクスですとか、今日 IPO で動きなかったけれども、タイミーとかですね、プラス 2% ということで、ちょっとチャートの形が良くないので、今日の明日用としてはですね、入れておりませんけれども、明日の、まあ、寄り前の状況を見てですね、追加するかどうかということで見ていきたいと思います。なお、明日は8時45分から全場でイトレの毎日ここで、熟成の皆様はしっかりと戦って利用をしていきましょう。この内容が参考になった方はいいねボタン一度押してください。そしてチャンネル登録まだ行っていないという方は、ぜひチャンネル登録を行ってください。で、最初にお伝えしましたように、我々が毎日皆さんに無料でお送りしております。翌日用のデイトレード、専用注目銘柄、好評いただいております。まだ受け取っていないという方、もしいらっしゃいましたら、今日この YouTube を初めてご覧になったという方がいましたら、ぜひ
ご登録して受け取ってください。皆さんのデイトレードの必ずお役に立てる、そう確信しております。今日はここまでといたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では明日のデイトレードも行っていきましょう。失礼いたします。